内側からこういう順番で開けていく。持って動かしてみて。3個これです。キッチン側のオープン作業をやっていきます。ホールの時と一緒で、このみんなで順番を守ることで、あ、ここまで終わってんだなっていうのを聞かなくても分かる。開ける時はクローズの時と逆で、こっち側からこういう順番で開けていく。閉める時は冷蔵庫確認してこう閉めていきます。全長です。だいたい夜栓抜けてることが多いから栓刺して、で水を溜める。コーヒーマシン、グラインダー、エスプレスマシンの電源を入れる。配置をやっていくんだけど、縦に引いて横に。モナーは一番端っこに。プリンターを下ろして、パン粉一気に焼き、で食器拭き、グラス拭き。でランチの時はストローの方が使うからストローが取る。ミラーだったら逆、マドラーボール使うからミラーが取ってない。で必要なコップ。エスプレスマシン用のやつがこう、こういう配置でございます。一発目ってホコリとか入っちゃうと嫌だから、殻で一回水通し、昨日の夜の洗剤とか残ってる家だから一回殻で水通して。平日の昼はアイスコーヒーと緑茶で、夜と土日の場合はビール開けて、チンジャーエールとレモネードを配置する。ガガーの量、ホッピーもそう、10本切ってたら格安に出よう。あと冷やしてあるワインの残量だね。マウントヘルモンが大体空いてないやつが1本で、グラスワインで出してるから空いてるやつ、まあ1本以上だね。で、シャルドネが2本。カツリンは黒いラベルがついてるマウントヘルモンの奥にあるビニールが巻いてあるやつ。アダミはこの紫色のやつ。アダミ3本、カツリン1本、ソービニアンとシャルドネは2本です。ちゃんと冷やしてから出したいから、ここに常に入ってるか確認して。コーラシロップの量、持って動かしてみて。営業中に切れそうだったら、あそこお客さんが座っちゃってたら出せないから、捨てますだったらそれをこっちに入ってきて、炭酸ガスの量ちゃんと緑の位置にあるから、ビールもあるから、緑の位置に入ってるかと確認する。レジの iPad 拭いてお客さんに会計見せるから、あそこがホコリまみれになったり指紋がついてたりしたら嫌じゃん。だからあれ拭いて終わる。大体鉄板を温まるのに20分から、今寒いから冬だと30分ぐらいかかっちゃうから、こちらは200度。で、こっちが250度。ここで押し回して、離しても火がつくようになったら下にする。で、こっちも一緒。これは185度で。しばらく押しといて、で、離してもつくようになったら下に。ガスがついてないときは蓋を開けておく。ガスつけたら蓋閉める。ここもそう。元栓が今閉まってるんだけど、閉まってる時はここの蓋を開けておく。元栓開けた時はこれを閉めておく。夜ここがついてたら元栓閉め忘れてるから、これちょっと確認。まずバンズのカットだね。平日の昼はだいたい5段。この辺がさ、ごちゃごちゃってなっちゃうとさ、バンズ置けなくなっちゃうから先に切ってたの。切る時はまっすぐ6対4ぐらいでね。袋は左側の上合わせてね、ここから入れてきた。3個これ、こっちをきれいに押して、で空気が入ると硬くなっちゃうから、空気入らないようにここを丸めて狭いで。2番目はパテの剥がしだね。だからラップ剥いておく。ダイスが乗っかってる面が上ね。パテ2層になってるから、ダイスが乗っかってる面、たまに引っ掛けがある。8列なんだけど、なんか1列ないから、ちょ5で食べた。平日の夜だったら5段と、スライダーが30枚、スライダーも向いておくって感じ。休日になると 2.0 が、平日の夜はだいたい 2.0 手で作っちゃうけど、土日は 2.0 作ってもらえて死んでるから。で3番、ベーコン、卵、ブルーチーズだったり、ベーコン向いておく。でこれちょっと今タルタル入れらんねえんだよ。この卵使い切ったらタルタルここに配置。 4.04 ブルーチーズで、プルトの量ね、ちゃんと満タン入ってるから。袋は向かって正面で左側が開封されてる。たまに逆にされてこぼれるから、そしたらホテルパンを消毒してから補充。まあ綺麗に洗っては帰ってるけど、俺らが目離してる間にもしかしたら害虫が歩いちゃってるかもしれないから、しっかり消毒してる。
玉ねぎはチーズ、スライストマト、ここがルッコラと、玉ねぎはできるだけその底に出してそこに戻したくないから使う分だけ、そのぐらいは確かにいいから。フィリッシュ。ちゃんとマスタード。一番使うからお味噌が一番右。バーベキューソースは切り使わないからちょっと話したところ。次はレッチンが入ってます。でガリソンの特には使わないから話したところと、トマトの上にサラダ変更用のサラダ、リカルト用のマジック、セロハンテープ、パスタ。ここはおろすだけどね。まな板。と、まあ、下に 3.5 あるから、で平日の夜は5段必要なの、明日の朝の分も踏まえて5段だから、これがなくなったら昼休憩する前までにもう3段作っておいて合計で5段で、スライダーが20枚になるようにしてから上がる。次スライストマトが2缶以上ある。あとトマコン、トマコンはこのバットね、ジップロップに入ってる。だいたい1個使い切ったら1個次ストックしておく感じにして、でこれが1つ以上ないとだいたいハマるから、で平日のランチはここまでで、これでオープンできる。一応成立の夜とかディナーは次は魚粉だね。フィッシュ&チップスの衣をあらかじめ作っておくっていう、これ昨日の残りだから2杯分、2袋ガリソー36、ビール140で新しいものを作って、そのボウルに古いやつを足す。バサのストック、フィッシュ&チップスのバサだね。これが5を切ってたらここに解凍されてるのがあるから、こいつを仕込んで新しいやつをここにまた解凍しておく。このチーズが3袋、アラミが5袋、あとチーズの横にあるのがメランジェね。蓋が閉まってれば中入ってる、中入ってないときは蓋開けてる。水陣はこれレンチン用に小分けになってるから、大体これが150満タンに入るね。6個下回ってたら次で仕込める。あとチリチーズだね。チリチーズはここに空きの容器が4個あるじゃん。チリビ1缶でチーズ 60g、 チリビ60で8個仕込める。だからこの容器が8個空いてたらチリビ仕込める。あとドライトマトがある 4.04 です。これがキッチン側のオープン作業でした。